はい、どうもみさん、こんにちは。ラオ先生です。今回の企画は何ですか、かみさん。今回の企画、5月の学生あるある。ということでですね、中学、高校、大学と5月にあるあるあるですね、をフリップ形式で答えていこうという企画になります。なるほど。でそれぞれ中学でお互いに3つずつで、高校で3つずつ、大学で3つずつ、そんな出す感じ。はい、まあ、中学生、高校生の人もあるあるそれあるよねって思いつつも、大学生になるとこんなあるあるがあるんだ、高校生になるとこんなあるあるがあるんだっていう風な、まあ、先をね見ながら楽しんでもらえたらなと思います。はい、今回フリップ2つあるんですけど、ここはガミさんのフリップが入ってくるので、ね、2人の意見を聞きながら一緒に楽しんでもらえたらなと思います。というわけで早速やっていきましょう。中学生のあるある。はい、新学期から約1ヶ月経ちますからね。中学校の記憶とかもうねえよはい、できました。はい、僕もできました。じゃあ俺から先行くわ。はい、1個目。はい、本性が出始める。あー、なるほどねそう、だんだん猫かぶってたのがなくなって、はいはい、本性が出始める時期じゃね。あー、確かに。まあでもこれ中高大共通して言われることですね。そう、みんな多分これ同じだと思います。そうね、はい、新学期の頃はこういうやつだったのにそう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 だんだん人間性が見えた。はい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 、はい、次、はい、では僕の方行きたいと思います。絶対共感します。ドン。ノートの丁寧さがなくなる。あー、なるほどな5月ぐらいになると誰の字みたいなのもあるかなと思いますね。バルバ、うん、だからもうノートに丁寧に書き続けるのがマジで大事ですよ、本当に提出の時にね。次、中学生ならではでしょ。これ中学と高校って一緒な気がするんだよな。いや、まあそう、割とそうですよね。全然なんか高校生のことは高校生だったら考えよう。これさ、うん、コラボでこういう撮影すること多いじゃないですか。うん、これガミさんと一緒にやると会話が一切なくなりますね。そりゃそうだろ。書いてる時の。はい、あ、じゃあガミさんの方がいきますか。はい、いきます。はい。二つ目、ドン。グループ形成がはっきりしてくる。ああ、割と一緒かもしれない。はい、後輩にキャラがつき始める。全然違えじゃん。あ、全然違った。全然違った。戻せ。全然違った。ごめんなさい。グループ形成。これそうだよね。あるですよね。クラスごとでも、あ、だんだんグループでき始めたなっていう時期ですよね。4、5人ぐらいのグループがね。中学、うん、中学生なんか特にですよね。そう。割と。じゃあ僕の方行きましょう。ドン。後輩にキャラがつき始める。これ、部活の話です。あー。なんか、新1年生入ってきて、どんな子かわからないじゃないですか。うん。だんだん1ヶ月一緒に部活動共にしていくと、あ、こいつはこんな感じか。こいつは、あ、なるほど、結構サボるタイプねとか、うん、結構分かってきますね。なんか本性が出始めると結構似てますけど、キャラがつき始める、そう、枠がなんかだんだんできてくるみたいな印象を受けますね。はい、できました。どうぞ。ドン。あー、今年も去年と同じじゃん、わかんねえ。これです。どういうこと？これ勉強においてなんですけど、うん、いや結構思うと思うんですよ、新学期の時に、いや今年はマジで勉強するぞ、今年はマジで、いや、やってやるぞ、もうわかんない単元なんかなくしてやると。これね、1ヶ月やって思うんですよ、あ、やばい、今年も去年と一緒だこれマジで文章問題わかんねえみたいな壁は見え始める時期ですよね。そう、だから4月の時は、まあ、数学であれば計算、英語であればなんか中1の復習とかから入ってきますけど、まあ、だんだんやっぱ5月になると新しい内容を習ってくるんで、やばい去年と何も進化してないみたいな、まあ、自分の現実を突きつけられる時期っていう感じが僕はしますね。次、じゃん。遅刻する人が増え始めるこれそうでもない、ね、これあれそうでもない、あれじゃない、なんかどっちかっていうと上の人じゃない、大学生とかだと分かりますけどあれそうでもないか、まだそんな時期じゃない中学生とかだとね、まあ、成績もともと評定響きますからね。まあ、ガミさんの界隈だけかもしれないですけどね。あ、すいませんでした、はい、それでは次、はい、高校生の5月のあるある、はい、行ってみましょう。はい、僕できました。どうぞ。僕からいいですか。うん、どう意識の差。どういうこと。これ高校生ならではだと思うんですけど、まあ、中学生の時って一定みんな頑張る、一定みんな努力するっていうあると思うんです。高校生になると、まあ、良くも悪くもめちゃくちゃに勉強してる人たちと、全然点でも一切鉛筆握りませんっていう人たちと分かれる時期が5月かなって思う。特に高3ですよね。自分の合格に向けてひたむきに走るタイプと、最後部活終わってねえし、まだいけるっしょみたいなのがもう完全に明確に分かれるパターン、もう全く勉強やべえ分かんねえみたいな子たちが一番目の子たちにマジで教えてくれみたいなのが現れるのも多かったなって思います。じゃあ次、検定講習が始まりだす。あ、検定めっちゃ取らされる高校だったから、はいはいはい、これもうまさにこの時期なんだけど、あとはなんか留学行くよ、行けるよとか、なんか新しい道が学校側から提示される時期だっていうふうに思う。留学とかは確かにそうですね、夏に留学するための専攻とかはこの5月にあったりしますよね。そうそうそう、だから新しいチャレンジの始まる5月なのかなと思います。確かに。続いて2つ目、できた、どうぞ。はい、じゃん。髪型が雑になる
かる。いや、わかるわかるわかる。これはめちゃくちゃわかる。なんかもういいかなみたいな。めちゃくちゃわかる。だんだんあれですよね、ワックスつけない人が増えてくるんですよね。あ、これはめっちゃわかります。これはわかるでしょ。わかるわかる。じゃあ僕いきますね、はい、高校生ってやっぱり放課後遊んでなんぼだと思うんですよ、うん、消費額が増える。あ、支出な。そう、特にゴールデンウィークとか休みの期間とかって、まあ、部活動終わって飯食いに行くっていう機会が結構増えてくるじゃないですか。新学期の時期って友達も少ないっていうのもあり、あんまりこう外に出かける機会ってないと思うんですけど、5月でも友達いるじゃん。部活もなんかこう最後の大会迫ってくるじゃん。みんなで打ち上げ行かねとか、がっつりお金を使う額が増える。6月の給料では全然賄えないみたいなのは割と効くなって思いますね。めっちゃ俺これね、めっちゃあると思うよ。嘘。これはゴールデンウィークとかの話なんだけど、はい、どん帰宅部は旧友、部活組は親友、まあ、親友で新しい方法。なるほど。これ、ね、部活入ってない人にしか分からないと思うけど、はい、部活組はゴールデンウィークどこどこ行こうぜっていう話をしてるの。帰宅部そこまで仲良くなってないからまだちょっと遊ぶにはなみたいな。あー、なるほどね。中学のあいつと遊ぼうみたいな感じ。はい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 。これ、まあ、結構あるあるだと思うけど。確かにこういう関係がアップデートされていきますもんね。そうそう、部活動だとね。やばい、3個目が出てこない。いきました。ドン。提出物が徹夜組とコツコツ組に分かれるけど、まあ、やっぱ新学期からの誰っていうのがありますよね。3学期制の子なんかは特に5月提出物あります。ゴールデンウィーク死ぬほど遊びました。1週間後定期テストです。全くやってないですみたいなタイプと、ゴールデンウィークのうちに終わらせた組。提出物当日になってこうなる。マジで見せてとマジで見せて、もう本当ラーメンおごるから見せて。これがだんだん出てくる。ちなみにプラスアルファちょっと見たいです。はい、ドン。別れた話、付き合った話が流行するこれ、あ、お、これまあ一応1年中ホットな話ですよねこれって、ね、いや、なんか特に入りたて、4月で温まって5月に告白。確かに確かに確かに。特にゴールデンウィーク明けね、はいはい、あいつとあいつゴールデンウィーク中告白ったらしいよ。はいはい、聞きます聞きます。確かに。次、大学生のあるあるです。これはね、もうね、全然違うと思いますよ。そうね、もうね、多分これ1個目かぶる気がする。どうも。来なくなる。知る、誰もが思うと思うよ。そう、見てる、誰もが思ってるよね。新大学1年生の子たちとかって頑張ろうってなるんだけど、だんだんやっぱね、感づいてくるわけですよ。3回までは休めるぞどこで休む問題出てくるんですよね。今年のゴールデンウィークなんかは中3日平日じゃないですか、うん、まずそこは休みますよね。まあ、圧倒的キャンパスに人がいないよ。いや、そう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 でもこれは本当に良くないです。だって自分が学びたくて学びに行ってて、興味がある科目を取ってるのに来ないんですもん。これだけは、あのね、うん、良くないかなと思います。まあ、現実としてはありますね。なんか人間性が出るなっていう感じなんですね。はい。はい。大人の風格が突然出るやつがいる。あー。なんかファッションが変わったりとかですかね。特にこれ女性に多いかなと思います。高3の時はめちゃくちゃ高校生だったのに、大学1年の5月になると全然高校生の面影ないみたいな子結構いますね。いや、久しぶりに5月に会って、会うと、え、誰？みたいな。あー。結構あったし。2つ目できました。まあ、これは僕の大学ならではかもしれないですが、ドン。体育会組に一定の尊敬心が芽生える。体育会の人たちって学校の前後で部活があるんですよ。あ、で、体育会に入ってない子たちって授業が終わったらサークルやろうね。ただ体育会組って朝練は朝6時から8時までやって、1限出て3限まで出て、そっから午後1全部部活やって、その後バイトに行って9時に寝る。次の日また朝翌6時から部活みたいなの見てると、マジってすげえなと思います。確かにそれはそうだね。それはあるかも。それ 2,3 年になると成績とかもね、だんだんこう差が出始めるんで、 GPA が3以上の人はすごい、体育会の人はすごい、やばいな俺みたいな、うん、そういうのが出てきますね。最後の1個、いろいろな世界に挑戦する人が現れる。さっきね、ガミさんが検定うんぬんかんぬんみたいな話があったじゃないですか。大学になるともっと多分領域が広くなるような感じだと僕は思ってて、特に第3第4、就職を目指してインターンに参加する人で、インターン20社とか受けましたみたいな人出ます。留学に行きたいって言って留学先3つぐらい応募しましたみたいな人もいます。 TOEIC の勉強めちゃくちゃ頑張ってます、資格の勉強頑張ってます、サークル本気で幹事長を目指してやってますとか、勉強だけじゃなくてこれから先の大人に向けて飛び出す人がすごい増えるなっていう印象を僕受けます。新世界に飛び出すための飛ぶ準備をしている人がすごく増える印象がある。これ逆もしかりですよ。全くやらずに消えるみたいな人もいますからね。こういろいろあるのが5月なのかなと思いますね。では私最後、はい、どん。就活に焦り始める。そんな時期じゃないかなと、まあ、今だと期間が変わったからね、内定出てないと多分相当焦るんじゃないかなっていう。そう、だから社会に出るっていう現実を見るような、もう本当に現実見るんですよね。だからもう大学生はまたこう中高生とは違ったまたちょっと厳しさっていうのがあるのかな。
思いますね。進学じゃないからね、もう次は大人の世界ですから、うんうん、はい、というわけで中学生高校生大学生と、まあ、新学期1ヶ月経ってからどのように変化をするのかっていうところでね、ちょっとフォーカスをしてお話をしていきました。まあ、他にもなんかだなったらね、コメント欄ダーって書いていただいて、コメント欄でも盛り上がっていてもらえたらなというふうにして思います。というわけで今回の動画はこれで終わりしましょう。それではバー